お一つほどお知らせがございます。私、ひろげ、来年の、皆さんこちらです。ジェイソン・リゴブルだ。ひろげや。はい、今回の動画は、毎年恒例、自分への誕生日プレゼントです。はい、ということで、私、ひろげは、12月13日をもって、23歳になりました。YouTube を5年やって、今現在、チャンネル登録者数が560人になりました。ペース的には結構遅めなんですけど、ぼちぼち頑張っていこうと思います。まあ、当たり前なんですけど、僕、基本的に誕生日プレゼントに、レゴは買いません。大抵特撮系のものを買うんですけど、今年は、こちらを買いました。それが、こちら。何しよ。はい、まずはこちら、仮面ライダーリバイスの2サイドライバーです。めちゃくちゃ今更感あるのかというと、仮面ライダーリバイスの2サイドライバーが欲しすぎて、買いに行こうとしたんですけど、もう売り切れ続出でどこも手に入らなくて、それでたまたま11月 Amazon で見たらこれが5000円ちょっとで出品されてたので、思わず買いました。結構仮面ライダーのベルトとか遊んできてるんですけど、この2サイドライバー、めちゃくちゃ面白いです。まずこのベルト自体が武器になってて、さらに1つのベルトで2つの仮面ライダーになるというところがすごいプレイバリューが高くてめちゃくちゃ面白いです。まあ、強いて一つ残念なところを言うのであれば、ベルト自体がちょっと簡易的なものになっていて、つけづらいのが、まあ、ちょっと唯一残念なんですけど、それさえ除いたらすごいいいベルトだと思ってます。で、あとこちらのホーリーウィングバイスタンプも買いました。ちなみにこちらは Amazon で新品2000円で買いました。続いて購入したものはこちら。変身。はい、こちら仮面ライダーギーツの変身ベルト、デザイアドライバーバックルセットとマグダムシューター 40X です。実は僕今仮面ライダーギーツにめちゃくちゃハマってて、ベルトがすごい欲しくて、とりあえず徳島のトイザラス行ったらベルトが安売りしてたのでこちらを買いました。仮面ライダーギーツの僕何が好きかっていうと、まあストーリーもめちゃくちゃ面白いんですけど、武器なんですよね。実を言ったら今のところ出ている武器全部バックルホルダーに収納できるというところがもう最高。はい武器もベルトも実際遊んでてめちゃくちゃ楽しいです。それと皆さんにちょっとお一つほどお知らせがございます。私、ひろげ、来年の JBF に参加したいと思います！
はい、ということで私ひろげ来年の JBF に参加することがほぼ決まりました。土日の2日間は絶対参加すると決めてたので、もうめちゃくちゃ嬉しいです。それともう一つお知らせがございます。来年の1月の中旬頃に変形合体レゴロボコン第3回目を開催したいと思います。はい、あの動画のコメントとかツイッターでも大好評だった変形合体レゴロボコン第3回目を開催します。ちなみに第3回目については簡単なお題にしつつ応募期間を長くしたいと考えております。また詳細については動画で発表したいと思います。はい、ということで今年の自分への誕生日プレゼントはこちらです。まあちょっと色々あったんですけど、まあこうして年を重ねることができました。これを励みに色々頑張っていきたいと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。